ハンドランチによる第員1バイト級の発行ウクライナで行われた世界大会の様子模型航空競技とは模型航空機による飛行を計測、審査する競技である。競技者は優れた飛行結果のために機体の設計、製作、飛行操作、気象予知などあらゆる手段を取る。模型航空競技は模型航空機による飛行の結果を計測。 または審査する競技である。審査は通常飛行によって行われるが、コントロールラインスケールモデル競技や、ラジコンスケールモデル競技のように外観の量費も成績に加算される種目もある。飛行成績は、機体の性能と操縦、操作技能の相乗効果の結果であるが、その貢献度の比率は、機種や競技種目によって異なり、時代によっても変化してきた。木系航空機の機体、 すなわち競技に使用する用具の性能向上に競技者が深く参画することは模型航空競技の大きな特色である。一般のスポーツでは用具の性能向上はスポーツ用品メーカーに付託され選手自身が設計や製作に関与することは少ないが模型航空競技では競技の成績に対して機体の性能が大きく影響することから機体の操作、操縦だけではなく 機体を設計、製作し、あるいは選択、調達することも、競技の一部とみなされている。より小規模ではあるが、ヨットレースのアメリカズカップや、自動車レースのフォーミュラ1のように、用具の設計から、その操縦までの全ての要素を包含し、それらを個人で行うのである。機体を操作する技能には、天候を読み、飛行のタイミングを選ぶといったより、広範な要素も含まれるため、 操縦にとどまらない。また、相手選手や審判員との駆け引きや、競技規定に基づく適切な抗議及びその防御が、迅速に行えることも重要である。模型航空機による飛行の記録を遡ると、1804年に飛行に、成功したジョージ・ケイリーのグライダーや、1871年のアルフォンス・ペノーのゴム動力機による模型機の実験的な飛行が行われている。 しかし、これらは、単独に行われた学術的実験、研究のための記録飛行であった。1903年には、ライト兄弟が、ライトフライヤー号による有人飛行に成功し、世界的に航空ブームが起きた。模型航空競技は前日の航空ブームを受け、1908年にイギリスにおいて創始された。1914年の第一次世界。 対戦回戦直前の時期が最初の模型航空交流機であった。初期の競技種目はフリーフライトの A 字型ゴム動力機を中心とし、蒸気と同様に記録飛行的なもので距離、対空時間、速度を計測するものであった。これらの飛行記録は1912年時には距離320ヤード対空時間60.4秒で公園やゴルフコースに収まる程度であった。 しかしながら水準は急速に向上し、1914年には590ヤード169秒に、さらに1923年には247秒に達した。記録の向上によって距離競技と速度競技は測定が困難になり、種目の中心は対空競技となった。1928年からはイギリス模型協会主催により初の 国際模型航空競技大会であるウェークフィールド杯競技が開始された。この競技は多くの規定改定を経て現在まで続き、その勝敗は国際航空連盟が行う世界選手権競技の F1 バイト級の優勝者に授与されている。1930年にはアメリカ合衆国のモデラーが中米産の軽量木材であるバルサを模型機に使用して 格段と軽い機体を作ることに成功した。そのために、ゴム動力模型機は急上昇によって高高度を獲得する飛行法が可能になり、航空より滑空して、対空時間を稼ぐ戦術が効果を発揮するようになった。1930年度のウェークフィールド級世界選手権大会戦では、この戦法を取ったアメリカ機が、 旧来の重いイギリス機に圧勝し、模型航空機の対空競技に新しい戦術をもたらした。対空競技において高高度まで上昇して滑空で対空時間を稼ぐという戦法は以後も踏襲された。この飛行法だとサーマルなどの上昇気流を利用することができるので極端な長時間飛行が可能となる。1939年の世界選手権大会における ディーコルダ機の飛行時間は40数分に達した。1939年大会以後、このような偶発的な長時間飛行の影響を除去するために最高飛行時間制限制が導入された。マックス制度は、おおむね当該種目の理論性能に対応する対空時間を想定し、それを超える飛行は上昇気流などの外的条件によるものとみなし、 機体固有の性能によるものではないと判断して記録掲示を打ち切るという最大飛行時間よりも多数回の確実な飛行を重視する評価制度である。戦前の競技法は10分マックスの飛行を3回行い合計を成績とする方法であった。戦後は5分マックスを3回、ついで3分マックスを5回にそれぞれ改正され、2009年現在では3分。 マックスを7回行うものとなっている。いずれの時代も競技は1日の間に行われた。第二次世界大戦前に行われていた模型航空機の世界種目は常日のウェイクフィールド級だけで主催はイギリス模型協会であった。戦後、模型航空の国際競技が再開されると1950年頃にウェイクフィールド競技の管理、開催が済みより、 国際航空協会に移管された。同時に、グライダー種目とエンジン機種目が追加されて、模型航空機の国際競技の体制が整備された。第二次世界大戦直前に、アメリカで模型飛行機を操縦するシステムに種類が考案され、国内競技に採用されている。機体に取り付けた工作の一端を操縦者が操作して、機体の舵を動かすコントロールライン、そして、 ラジオコントロールである。模型飛行機に操縦という要素が導入されたので、その降雪や曲技飛行を競う競技種目が成立した。これは一定の飛行パターンの正確性や美しさが審査員に目視判定、採点されるフィギュアスケートや体操競技と同様の競技法である。操縦型模型機は選手の操縦。 管理のもとにあるので、長い一定のコースを飛行することが可能になり、速度を正確に測定することも容易になった。また、複数機の同時飛行が可能になったので、直接に速さを競う競争種目も行うことができるようになった。さらに、速さと運動性を総合した機体の運動によるゲーム的な競技も多く考案された。これらの操縦系の競技は、 第二次大戦前のアメリカに始まり、戦後、各国に拡散、普及した。2009年現在では、古典的な在来のフリーフライト競技よりも、はるかに多い競技人口を持ち、模型航空界の多数派に成長している。しかしながら、コントロールラインとラジオコントロール士木がファイの、国際競技士木に採用されるまでには、戦後の十数年を要した。 ラジオコントロール種目の国際競技には、後年、グライダーとヘリコプターが追加された。グライダーは、フリーフライトと同様に対空性能を基にしているが、操縦機能があるので、速度や距離を総合した、マルチタスク方式で成績が評価される。また、ヘリコプターは、飛行機と異なる形式による、機体性能、操縦技能の競技である。国際級種目だけを見ても、 戦前には、フリーフライと一種目だけであったものが、戦後の再開時に三種目に増え、さらには、コントロールラインとラジオコントロールが追加され、2009年現在では、下位7類まで7分類54種目に拡大している。環境や技術の変化によって衰退する種目もあるが、新しい手法、材料、原動機、機材などの出現によって、新種目が生まれ続けている。 国際級の機種、競技種目に加えて、各国の模型統括団体は、国情や模型振興策に合わせて、独自の競技企画を制定してきた。日本のライトプレーン種目は、その一例である。また、現在は、国際級となっている、第1バイト級ゴム動力機は、イギリスの、第 1G 級、ゴム動力機は、フランスの、第 1A 級と第1 h 級 a コーグライダーは、 北欧諸国の国内級が発展したものである。海 AI、スポーティングコードでは、機体の形式や仕様によって、以下のような各級の競技種目を設けている。各級は、海一 A、B、C と呼び、海一は、フリーフライト種目であること、アルファベットは、それぞれの形式と仕様の区分を示す。2008年現在、競技種目は、海一 a 9級の14種目である。 蒸気それぞれは一定の使用範囲内の対空競技用の機体であり、形や設計は自由である。詳細は、コントロールライン CL 競技を参照クラス書きは、英文のスポーティングコードの翻訳であり、JMA の公式役ではない。うちは、役者の吹きカテゴリー F3 ラジオコントロールされた、飛行地上にいる操縦者が、ラジオコントロールで模型航空機のカジメを使って、 姿勢、高度、方向をコントロールすることによってマノーバーしている飛行を言う。なお、上記と別に、下記のカテゴリーにラジオコントロールされた飛行の競技種目が含まれている。スケールモデルは、フリーフライト以外の形式も含めて、上記とは別に、下位4に区分されている。そのうち、下位 4A、D、E、FQ は、フリーフライト種目である。 当該カテゴリーは以下の種目に分けられる模型航空競技の競技規定は模型航空競技を円滑に行うために明文化された取り決めである。模型航空競技は体育スポーツのようにコートグラウンドなどの中のプレーにとどまらず機体の設計、製作から天候などの競技の環境予知まで選手の活動範囲が広いため規定も後半にわたる。 選手が直接に関連する部分だけでもが定められている。また、当該競技の主催団体や、競技役員、参加選手の資格や役員、選手などの権利、義務など、競技運営におけるルールについても定められている。模型航空競技の勝負の場は飛行場にとどまらず、工房での技術開発競争に及び、いずれの局面においても、規則で禁止されない行為は言ってよい。 したがって選手は規則体系の全般に通じていることが要求される。模型航空競技の規則は、ファイが定めた、ファイスポーティングコードが基本となっている。内容は次のような構成である。第4編 A、B について、編集第4編 A、B は、主として、競技会の主催者側に対する規定であり、参加選手には関係が薄いが、 次の部分については、留意を要する。競技者の資格を定めている。公術の国際競技への参加も参照のこと。この条文は、ボム条項として知られ、設計、製作、飛行操作などの総合的な技能を競うことを大前提として定めている。第4編 C、模型航空機について、編集参加選手の競技場での活動を、直接的、 具体的に管理する規則で、種目別に出場する機体の使用や、飛ばし方、採点法などを定めている。特別規則の、特別は、一般規則に対置されるもので、種目別、機種別と解釈される。それぞれの種目の機体の使用や形式、競技方法が異なるために、特別規則の内容は一様ではない。構成は、競技種目ごとに、機体の定義、使用、 飛ばし方、成績の採点法を定めている。機体の定義と使用制限、編集機体の定義と使用制限は、各級ごとに特別規則で定められている。定義と使用制限は、一般規則、特別規則による二重制限になっているが、前者は模型機と実機などとの区分や、安全確保の観点から作られた模型機の大枠、後者は、 当該競技を行うための休別制限である。ほとんどの場合、特別規則に適合すれば、競技に出場できるが、機種によって、一般規則に定触する、可能性がある。機体の使用は、前述の B13、模型の機体検査によって、競技主催者に検査、測定される。機体の飛ばし方と採点法、編集、機体の飛ばし方並びに、成績の採点法は、 体育スポーツのルールに相当する。同じボールを様々に扱う多様な球技があるように、ある種の模型航空機を飛ばし、その降雪を比較する方法もたくさんある。2009年現在ファイの競技種目は5 4種あり、それぞれに飛ばし方、採点法が定められている。フリーフライとコントロールライン、ラジオコントロールなど模型競技の種類によって、 飛ばし方並びに成績の採点法は様々である。機体操作については、競技規則の他に安全面からの制約もある。安全確保に関する取り決めは、特別規則ではなく、一般規則に収録され、あるいは、競技規則と別種の安全コードが作成されている。アメリカ模型協会では、入会申し込み書に制約事項として記載されている。 これを逸脱した危険行為に対してはしばしば損害保険が適用されない。国際競技は多国籍、多言語の関係者が参加するため、ファイ・スポーティング・コードは巨大文書となっている。スポーティング・コードの解釈は、英語による原文が各国語の訳文よりも優先される。したがって、各国の選手権でその条文に疑義を生じたときは、英語による原文を参照することとなる。 国際級以外にも模型航空競技は多く存在する。各国の国内級模型航空競技規定は、その国の国情を考慮して、普及しやすいような機体仕様、競技法に定めたものである。イギリスやアメリカ合衆国など模型航空人口が多い国では、数十種目の国内企画による全国大会が開催され、同国の模型協会から、ファイスポーティングコードに準じた。 国内級規則集も発行されている。模型航空競技の種目には、当初指摘なクラブで考案された内輪の競技級で、あったものが国内級となり、さらには国際級に採用されたものもある。新しい競技種目はファイ、または国内級の規則体系を順用して、機体の使用制限だけを定め、創始される。 日本の狭い公園でも楽しめるよう開発されたパークモデルと呼ばれる機種群でも同様である。模型航空競技には世界選手権大会を頂点として数段階に格付けされた国際大会と各国の国内大会がある。格付けによってチャンの関与の程度や参加できる選手の資格が違う。主要な国際的な模型航空競技会には以下のものがある。 世界選手権大会世界選手権大会を参照。大陸選手権大会大陸選手権大会は、世界選手権大会が開かれない年度に開催され、参加国以上の参加で成立する。参加選手は、ナックの推薦とファイスポーティングライセンスの所持を条件とされる。競技は、各種目の国別チーム戦並びに、個人戦がある。オープン国際競技オープン国際競技は、 上記以外のオープンな主催、参加による国際競技で参加選手はファイスポーティングライセンスの所持は要求されるがマックの推薦は必要ない。競技成績は個人に与えられる。一定条件を満たす複数のオープン国際競技の年間総合ポイントに基づき、チャンの管理によってワールドカップ競技が行われている。世界選手権大会、編集世界選手権大会は、 チャンが立案し、日程や開催地を定め、各年に開催され、5カ国以上の参加によって成立する。運営にあたっては、チャンや開催国統括団体の一定の役職者が参加することが要求される。参加選手は、ナックの推薦と、ナックが発行するファイスポーティングライセンスを必要とする。競技は、各種目の国別チーム戦並びに、個人戦がある。 選手権競技を開催するとき、ちゃんと開催国主催団体は、その開催要領を文書で連絡し、ウェブサイトにも掲載する。日時と日程、開催場所、連絡窓口と申し込み方法など、通常の競技会の要件のほかに、国外から初めて開催地に来る外国選手団のために、国内交通、宿泊施設、気象状況、現地の詳しい地図や写真、 さらには観光案内に至るまで詳細な情報が含まれている。開催地は、僻地の牧場や原の空軍基地などであり、国際線のつく空港から開催地、または指定宿舎への移動は何時であることが多い。模型航空競技への参加は、世界選手権に参加する各国代表選手団まで自費であり、自力で何でもやらなければならない。また、 空路参加するチームは、陸路参加のチームに比べて不利である。大きくかさばる、模型航空機と、その飛行、整備用具、加えて、刃物、機械工具、接着剤、特殊機器など、通常の旅行用品以外の物品があるので、航空機搭乗や通関に際して、手数がかかったり、制約を受けることがあるためである。世界選手権大会の日程の例。 編集上記クロアチア大会の日程は次の通りであった。会 1A、会1倍と会 1C 級のワールドカップ競技改革競技日は次の時間割で7ラウンドの競技が進行した。競技種目によってラウンド区分は異なるが日程は大略同じ。時間割は日没の遅いヨーロッパの場合。日本の参加状況、編集日本航空連盟は フリーフライト種目、コントロールライン種目、ラジオ、コントロール種目の代表チームを各種目の世界選手権大会に送っている。個人並びに団体、クロアチアで行われた2009年度のフリーフライト世界選手権においては、最も伝統ある世界選手権種目である、ウェイクフィールド杯獲得を、はじめ、海 1C 級、チーム1位、海1バイト級チーム3位を獲得した。 日本の競技会、編集日本国内の競技会としては、日本選手権大会を頂点として、世界選手権出場権のためのポイントとなる、公式競技会や、クラブ主催の中小競技会まで、様々な規模、格付けのものがある。公式の競技会や、クラブ主催競技会などは、市販の模型雑誌の競技会日程表に収録される。中小競技会の場合は、各クラブのホームページ、 解放や掲示板書き込みなどによって知ることができる。日本選手権大会は、上日の世界選手権大会に準じて運営され、日程も数日間かけて一連の手順を重ねるが、その他の競技会では簡略化され、ラウンド数を減らして一泊、ないし1日で行われる。期待の仕様が規則に合っているかどうか主催者がチェックする。 期待検査も選手の自主規制として省略されることもある。ありがとうございます。